花尾芳郎の音楽魂。皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も、楽しくやっていきましょう。今日は金玉ということでゲストいらっしゃらなく、これ金尾魂か、まあ、金曜日魂でもよろしくございましょう。まずは松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。いかがですか、あれ、いやいや、首巻いてるのな。首巻いてません、全然巻いてません。あ、そうですか、はい、あ、そういうデザインなんだね。今ぐしゃぐしゃになっちゃって直してました。あ、まあね、そういうのいいね。あ、そうですか、うん、首今日も寒くなったからね、うん、マフラーの代わりに。あ、それ巻くやつは僕持ってるよ、マフラー。首をね、やっぱりできるだけ冷やさない方がいいよね。まあそれはこの季節ね、うん。ということで、久しぶり、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくどうぞ。本当久しぶりね、うん、1ヶ月ぶりぐらい。1ヶ月経った、いつだっけ。そうかもね、だいたい最近月1が多いですよね、うんうん、あー、そうかそうか、結構ゲストがいらっしゃるとこ、ね、多くて。そうですね、もともとはほら、割とそのこのスタジオ内の人数制限っていう、ね、あったかな、そうですね、ことがまあいろいろあって、それからだよね、なんかね、3月ぐらいかな、うん、だっけか。そうよ ね、3月ですね。まあでもそろそろ、あの他の番組もやっぱゲストの方も少しなんか、あの増やしてる、うん、増やされてるような気もしますけど、はい、まあ、あの徐々にね、はい、いきましょう。今日は金玉ということでね、はい、お便りご紹介いたしましょう。僕の方から早速ね、はいはい、言いましょうか。金尾芳郎さん投げ銭 FM 音中ということで、はいはい、こんにちは、おさむございますというね、これはあのチャーリー佐藤さんでございましょう、はい、ございましょう。昨日は場所を変え、西新井大使の湯とかあるんだね、あ、西新井大使の湯で、縮小会と称し昼間から飲み倒したのです。何の縮小会、某組長からいただいた招待券利用で非常に格安となり助かりましたっていうね、はい、お誕生日が近かったので。ああ、そっか、お誕生日だったね。そうそうそう、そうだったね。あの、まあ、ちょっとね、今頃になりました、お誕生日おめでとうございます。某組長からいただいたね。本日はミニライブ、明日はライブと熱く頑張ってくださいっていうね。明日はあのフラットンカンティーナ、赤坂フラットンカンティーナね、あの、はい、ライブやります。ぜひね、皆さんお越しください。久しぶりのバンドですね。あ、そうですね。うん、楽しくなると思います。なんかちょっとあのサプライズがあるかもしれないね、明日。大物ゲストが。ちょっとこれは内緒にしておく。かも。ということで、ね、明日。はい、赤坂フラットンカンティーナですね。ということで、本日のリクエストは春を待つ気持ちを込めて、やはり日の当たる坂道でありますって。好きだね、日の当たる坂道。なんか下にご報告っていうのは何ですか、それは。え、なんて書いてあるのこれ。ご報告、うん、ご報告、昨日午前中に娘ゆいの認知届が無事に受理され、うん、あとは最難関日本国籍の習得だけになった。なるほど、あ、そうか、あのゆいちゃん娘さんが、ね、うん、日本国籍が取れれば日本に来れるんだ。そうそうそう、今離れ離れ、認知届が無事受理されっていう、あ、よかったね、よかったですね、本当ね、よかったですね、うん、おお、3万円、そう、今日3万円来ております。お、ケーキっすね。もう3万円来たらちょっとやっぱりやんなきゃダメでしょ。それそっちで決めちゃう。日の当たる坂道、俺覚えてるかな、覚えてます。金玉が少ないから最近あんま歌ってないよね。本当に久しぶりだからね、やろうか、なんか変な、まあ
はい、はい、佐藤さんのリクエストにお答えしました、金輪城日の当たる坂道お届けいたしました、ということでね、おなんかあれだよね、あのこのアクリ板があるとちょっと響きがちょっと変わってくる。今日なんかねギターがいつものじゃないからかもしれないけど、なんか違うね響きが、ね、ギターによっても違うんだね、うん、なんかあのなんかあるよね、なんか違うねいつもとね、うん、なんかこう僕もなんかその気がするよね、うん、なんでしょうかね、これアクリ板取ってあの今度やったらまた変わるだろうね、あ全然違うんだよ、ずっとアクリ板をもうここ何ヶ月もう半年以上でしょ、半年ぐらいやってでしょ、だから喋る声もちょっと聞き取りづらいじゃづらいよね、うん、でも結構ギターの音跳ね返ってよく聞こえていいのはいいんだけどね、モニター代わりになるっていうか、モニター代わりになるね、なるほどね、いい部分もあるね、お便り、お便り紹介しましょう、はい、博多のミキさん、うん、いただきました、うん、皆さんこんにちは、こんにちは、うん、こんにちは、急激に朝が冷え始めてきましたが体調はいかがでしょうか。あそうだね、寒いですよね、寒いね、本当ね、先週の久しぶりの工事、相変わらず魅力的な男でしたね、あ工事大志くん ね、はい、さて今週は金玉ですね、うん、これもまた楽しい時間が過ごせそうです、そういきなり自分の話で恐縮ですが、うん、今週は音楽魂ファミリーのライブ2組に行ってきました。お誰だろう。火曜日は上奥舞子、うん、昨日は雁近藤と続けて楽しみましたが、やっぱりライブは配信より生ですよね、うん、そうですね、やることやってりゃあとは楽しい空気感を直で肌で感じられる生は最高です、うん、面白かったのは2人とも女性ファンが多いけど、うん、それぞれスタンスが違う感じで、上奥舞子の場合は応援している感じ、うんうんうん、雁近藤の場合は圧倒的に憧れの感じが強かったです、うん、お客様がね、なんとなくわかるよね、かなおさんの場合は両方ともかなってかな両方ともかなって感じです、応援している人もいるし憧れている人もいるみたいな、それに加えてなんですか、ね、自分ではよくわからないけどね、そうじゃない兄貴って慕われてるし、某先生からも先生から兄貴って言われてもね、まあでも兄貴って感じだよ ね、うん、いや本当にね、なんかもうだんだんさ、あの上の先輩いなくなってくるからでもあのそうなってくんだろうね、うん、でも兄貴らしくしなきゃいけないけど、いつまででもね、僕ダメなんだよねそそっかしいし、大体変わってもんでしょで、猫占いによると猫占いスコーって言われてんだよ、スコー、うん、スコティッシュホールドっていう、ね、耳がない、あの耳がないっていうか、ちっちゃな猫がいて、ね、耳が人の言うこと全然聞かないんだよね、ほー、うん、スコホらしいよ、俺必ず調べたら猫占いにあるのよね、へー、人のもう我が道を言って、わがままで、いたずら好きで言うことは聞かないっていう、ね、はあ、そうそうそう、当たってるって、そのまんまちゃうそんな大きな声で受けなくてもいいし、そういえばそうかって感じがしますよね、はい、それに加えて気合を分けてもらおうって感じですね、あのごめんごめん、カノさんね、あの話の途中だった、カノさんにはね、はいはい、まあ還暦をとっくに過ぎてるのに過ぎてるのにここまでここまでおらびまくるパワーはやっぱりとんでもないですか。いやいやいや、でもちょっとね、そろそろね、あの、まあ、静かに、うん、ものなんかささやくように歌おうと思ってますね。ね、ウィスパーボイスかなんかでね、うんうん、いいですよ。はい、そうそう、その化け物ぶり、うん、では同クラスかなと思う博多のロッカー、うん、山善の個展って、あ、個展に、うん、昨日行ってきました。あ、個展やられてるんですね。山善ね、あのもう、あの、博多のボーカリスト、もう同じ年なんだけどね。あ、同じ年。そうそう、山部さんの場合、絵画にもその魂パワーが宿ってて、うんうん、これまで気合い分けしてもらいました。もう絵のセンスがね、ものすごいいいよね。うん、あのだから歌のセンスもいいんだけど、やっぱああいう、やっぱりなんていうかな、こうすごい、そのやっぱりこうずば抜けたセンスを持ってるっていうのはね、古典できるんだからすごい。古典できるとすごい、ね、すごいですよね。あの車なんかにもペイントしてるしね、あのギターなんかもしてるし、いろいろね。でそのギターがさ、あのミキ君が昨日行ったらしいよ、はい、山辺のところに、うん、そうそう、これでしょ。
カナオにね、これギブソンシェって言っといて、言っとってって、シャーシーやろ、ここに書いてます。それじゃないけど。ありがとう、悪かったね、みたいな。いい、いい、ここに書いてます。本当？うん、あの、カナオは元気しとっとやって相変わらずのでかい声で訪ねてこられました。ああ、うん。明日のライブも筑豊の暴れん坊らしいパワーで気合分けしてあげてください。はい。ね。はい、頑張ります。と言いつつ、リクエストはバラッドで、あなたからの贈り物ですが、何でも OK です。今日は11時からなんで筋トレが終わって気を失わない、なんだ、失わないように頑張って聞いてますけど。ああ、筋トレも終わってゆっくり聞いてるんです。もう随分続いてるよね。早いね。偉い。偉いね。すごいよね。私なんか筋トレは続かないな。なんか運動してる桜です。何も。何も？歩いてどっかまで行くとか、散歩は？散歩は。俺結構朝ね、本当にやってないな。車？いやいや、事務所までは歩きですね、でも10分ぐらいなんで。ああ、近いもんね。なるほどね。俺は割と体操ぐらいはするよね。そんな筋トレは しないけど、あのちょっと体操をしたり、ね、呼吸法をしたりして。ああ、呼吸はいいね。こう、もう腕立て伏せとかさ、100回も200回もする人がいるじゃん。あれは司さんですね、それは。え、司さんの人だよ。司さんは筋トレすごいよ。あ、そうなんですか。腕立て腹筋とか、ランニングも何キロ走ってたかな。あ、すごい。そこまではしないけどね、結構、アスリートっぽいよね。あ、そうなんだ、すごいすごい。じゃあ、あのリクエストのことしましょう、あなたからの贈り物。
はい、博多のミキさんから、リクエストいただきました、はい、あなたからの贈り物というね、あれでしたけども、うん、どうですか松下さん。はい、あ、いいじゃないですか。いやいや事務処理が事務処理をやらなきゃいけないんでね、うん、いかがですか。あ、この歌、いやいや、この歌はいいです、いい歌ですね。あ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、カナさんもそろそろレコーディングしたら しないですか。あ、そうですね、これもまだだし、うん、春吉コールガールもレコードにはなってないんでしょ。うん、そういうのもなってないけど、いろいろあるんだけどな、なんかね、うん、あんまりその東京トナイトをね焼き直したないかっていう話もある。面白いかも、うん、それとかね、10代の歌を今、そう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 、うん、まあ、歌ったらまた日の当たる坂道とかも入ってないんだけどね、今、日の当たる坂道、そうそうそう、そういうのも入ってないし、まあいろいろねあるっちゃあるんだけど、なんか結構みんな CD 作ってますよね。あ、最近ですね、最近、うん、そうなんだ、よくよく、うん、なんかできましたとか結構フェイスブックで、うんうん、じゃあ松下さん行ってみましょうか、うん、ね、お待ちかね、松下としみコーナー、コーナー、もうさ、そういう触れ込みはね勘弁してちょうウクレレはもうなんか全然持ってこなくなったみたいなね。いやいや、違う、今日はねちょっとね腰が痛くなっちゃってね、またね、あ、荷物腰に来ましたか。あ、本当でやばいでしょ、明日ライブだしね。あ、そうかそうか、今日は本当は休もうかなと思った、腰が痛いからで明日のために、明日のために明日のために、いやいやいや、本当昨日ねズキッと来て、あ、やばいなと思って、きっとね運動不足だと思うよ。まあそれもあるけど、寒くなったらやっぱり、ね、寒いから急にこう、うん、まあ冷えちゃうからね、カチカチになっちゃったかもね。だから結構俺もさ、あの夜はもう朝早く起きるんだよ最近、眠れなくて、なんか年いくと眠れないっていうのは本当なんだ。いや、僕も結構眠れない、眠れない、眠れない。俺ね、なんか結構寝れたけど、五十肩がうずくのよ。五十肩がうずくのと、なんかこう心が寂しいのがちょっと心がうずいたりなんかして、ね、眠れ、いや、痛みがあるとさちょっと悲しくなるじゃんね。いや本当ね、あの痛みないわけないんだけど、この年になって、まあ痛みはありますよね、うん、ある、みんなあるんだけどさ、夜ズキズキこう痛むとね、なんかこう悲しくなる、ちょっと悲しくなるよね、わかるような気がする。で、もう窓を開ければさ、満月がポッと出てったりするじゃない。で、体は痛いわね、で心がちょっと寂しいわ、ね、ちょっとワインでも一杯飲もうかみたいな話になるわけでしょ。結局飲むでしょ。まあね、まあ、飲めるうちは幸せなのかなって感じで、そうそうそう。まあ、そうよ、飲めない人もいるのよ今。そうだね、うん、禁酒、断酒か。あ、そうそうそう、ね、そう、うん、じゃあ、これ、うん、何、ひばりさん歌おうかね。歌おうかね、うん、いきますか。これ、東京キッド、僕大好きな歌で、これね、私、カノーさんが歌えばいいと思う。あの、私の青空っぽくっぽい感じで、あ、みんな知ってるし、それもありだね、うん、あの男の人が歌うとまた違うじゃんね、うん、違うじゃんね、だってなんかさっきからじゃんじゃん言ってるから、横浜じゃないですよかね。四国はじゃん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 言うの、結構横浜は言うけどね、横浜は言うね、うん、四国は言わないでしょ、言わないでしょ、四国は納得言わないです、うん、まあ、いい、言いません、まあいいですか、いきます、こんな感じでやろうか、東京キッド、俺から入る、笑うも、のんびりと。
はい、東京キッド、はい、いかがでしたでしょうかね。懐かしい感じがしますよね、やっぱりこういう歌はね。ね、うん、これぜひ挑戦してみてください、カナオさん。僕おすすめ、おすすめします。どうなんでしょうね、あんまり男の人歌ってないと思う、ね、カバー、うんうん、意外と見かけ、でもこれはいいでしょ、いいんじゃない、どっちでも男の人でも、ね、うん、いい感じだよね。みんなが知っているでしょうと思うけど、もう知らない人が多いかな。まあ、まあ、だんだんそうね、だんだんね、だって30年経ってるからね、没後なくなって、うんうんうん、30年ったら長いよね。そうね、多分僕らより若い子は知らない、10歳も下になっちゃうとあんまり、じゃ全然わからない、ね、40代になっちゃうともうね、だんだんわかんなくなっちゃうんですかね、うん、いやいや長生きしてきましたなって感じ何長生きしましたねって感じ、私たち何よ、お茶飲みながら喋る話してんじゃないか。いいでしょ、お昼休みですか皆さん。あ、違うか、うん、そうかな。まあでもあれじゃない、こうやってね元気に音楽やれてるっていうことはね、うん、素晴らしいと思いますけどもですね。でもいろんな僕あのラジオでゲストの方ね、あのとやっぱりあのお会いできるじゃない、それがね一つはねなんかこう楽しみなのよね。続々ね、ま、そうなんですね、あのいろんな出会いがねまたあって、あの新しいところでは、まあ初登場の方多いですね。そうそう、澤田翔子さん来てくださいますね。澤田翔子さんね、もうあの来て、ね、いらしていただく、うん、僕ね実はねそんなに存じ上げなかったのよ、はい、ですごくなんかあの40枚ぐらいアルバム出してる人なのね。あ、そんな出てる、びっくりしちゃった、昨日送ってきたのよマネージャーの方から、はいはいはい、それで送っていただいてね、澤田翔子さん の、まあ、あの経歴とかいろいろ書いてあって、うん、CD も2枚組の CD とか、うん、でもずっとねやっぱりあのライブ活動をやられててね、はいはい、素晴らしいなと思う、ずっとコンスタントにいらっしゃるっていう感じでしたよね、うん、まあ、イルカさんの妹っていう感じで出たでしょ、うん、最初デビューが ね、そうだったみたいね、なんかねずっと いましたっていう言い方変ですけど、うん、ずっと活動されてる印象、うんうん、なんかねだから長いですよ、だからやっぱり、うん、長くね、爽やかな歌声、もともと子役をやられてたんだってね、子役ってか、そうなんですか、赤ちゃんモデルかな、そうそう赤ちゃんモデル書いてましたね、そのプロフィールにはね、うん、書いてあった、びっくりした、それでまあそういう方もねいらっしゃる、全然でも変わりないでしょ、お顔変わりないっていうか、ね、全然若いあ、うん、ね、楽しみですね、楽しみ、すごい楽しみです、うん、いろいろあと太田貴子さんはね、はい、あのイリブン君のお母さんですけどね、貴子さんですね、貴子さんね、芸名貴子さん、もうあの方は宇和島出身でしょ、そう宇和島出身で、あの、うん、あれをその要するに見初められてさ、あの、メキシコまでね、メキシコの、まあ、要するにすごいギタリスト、イルヴィン家のお父さんになるんだけど、うん、おじいさんがだってもうあのあれなんだっけタクノ あれとか言わないでくださいよ、ロスインディオス、そうなんですか、おじいさんも、ね、日本じゃなくて、うん、日本にもいたよね、ロスインディオス、だから本ちゃんって言って本番ものロスインディオス タクナウっていう、そうそうそう、うん、だからすごいなんかそこにねあのタコさんのお母さんが宇和島から読みに行くわけよ、タコさんが、タコさんが ね、まあ、そういうねいろんな話聞いてみたいのよ、うん、そうどういうことでそういうふうなことね、続々 それからほら痛み、あ、哲也さん懐かしいでしょ、サイドバイサイドサイドだっけ、うん、あ、痛み哲也さん ね、またちょっと間違いない、たまたまあの諸岡健二君とかもね親しかったみたいで、そうそうそう、あの最近ちょっとあの知り合ったんですけどもね、あの今度一緒にねあのクロコダイルで、そうそうそう、11月19日、これイベントなんですけどいろんな方があのお出になるんですけども、うん、あの伊丹さんと僕がちょっと一番年配じゃないかっていう話で、そうでしょうね。一応あの僕トリなんだよね。年齢順年功序列じゃなくて、まあでも楽しみです。そういうのもあんまり出たことないので、うん、若い方と一緒にねやるっていうのもね。原宿クロコダイル。原宿クロコダイル。ぜひお越しください。11月19日ね、あの。あとでじゃあライブ情報はまたまとめて。それぞれしましょうか。うん、なんか歌う今歌ったっけ？今歌った。
松下もう一曲ぐらい歌わない？続けて、うん、うん、なんか松下コーナーだからさ、コーナーじゃない、続けて行った方がいいんじゃないの？なんか最近手抜きじゃないですか、違いますか？手抜きって誰に向かって？違います、バーやろ。いやいやいや、いやいやもうなんか、じゃあ続けていきますよ。何歌う？あ、ね、ミキさんからね、前なんかリクエスト来てたね。それ久しぶりやる？じゃあこれ本当に、ね、これミキ君のお母さんが好きな曲だもん。あ、そうなんですか。そうそう、それで、あの、それでやったんだから、やってなかったよこの歌は。あ、それで初めてやった歌なんで ね、 んですね。ちょっと久しぶりに、うん、あの、骨まで愛してって城田拓也さんの歌ですね、はい、いきますか。愛して、あれ、そこコーラス入らないの？待って、お誘いしたんですけど、頑張って。これ入ってたっけ？うん、入ってますよね。低い、これ高いんじゃない？俺コーラス。大丈夫でしょう。なんか欲しかったな、何か何でもいいから。さっきね、そんな話してましたね。そうそう、みんなで全然言うわけ。そう、みんなでね。いや、これね、だから弾いてたらね、これ一人でね。きちっと歌った方が俺いいような気がした。変な汚いコーラスが入る。いやいやいや、おかしいもんな。なんかちょっと
歌謡っぽくなっちゃうね。ね、あ、そっか。そう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 。骨までって入ったんですよ。わわわわ。そうそうそう。骨まで、骨までって入ってるんだね。普通はね。歌謡ショーっぽい感じになるよね。じゃなくて、これね、こういうんだったら割とブルージーに。この今のブルージーなのは、川中美幸さんがこのアレンジはいいねって褒めていただいたね、昔ね。川中さんのお店で歌ったんですよ。やったっけ。やったよ。あの毎度お気に。そう、恐れを知らぬ松下あの大御所の前でリンゴのリンゴ曰く歌ったんだよ。素晴らしいね。やばいよね誰も止めないんだもん。しかしね、それは度胸いるよねでいるよね。ミクさんも歌ったんだけど、その時新曲をね。おで、そうそうそう、俺とかダイナマイトとかミクさん携帯で撮ってたからね。そうそう、ずっと撮ってましたね。気に入ってるみたいで。いいんじゃないですか。歌ってくれればいいのよねって感じ。川中美幸さん歌ってくれればいいな。俺ミクさん歌うまいですよ、やっぱりね。やっぱ違いますね。やっぱりうまいよね。いや、ひばりさんが、あの、私次のあれはね、なんかひばりさん言われちゃった。それは違う。違うか。はい、はい、失礼しました。あの、うやむやで喋らないでください。えらいことになりますよ。えらいことになるそう、この歌はでもなんか結構いい感じで、いろんな人が歌ってるでしょ。あ、そうなの。そうで、なんかあんまり歌ってないじゃない、これまで愛してとかって。あの前でもグリコさんって方、グリコさんも歌ってると言ってましたね。そうだね。そう、女性はあんまり歌ってないじゃない。あ、そうかもしれないですね。まあ、ハスキーな声して、ということでね、あの、なんか歌いますか。わー、2曲も続けて歌いました。ありがとうございました。いいじゃないですか、たまにはね、松下としに。腰もう1曲ございますか。いやいや、もう結構もう十分でございます。他にもう今日リクエスト来てないね。ね、うん、ないですね。なんかこれ届いてるのかなのがちょっとわからないけど、ないと思います。ないですね。うん、なんかじゃあ歌いましょうか。オンニアサイド、ちょっと明るい感じ。オンニアサイド、急に急にちょっとジャストモーメント、この用意が、うん、オンニアサイド、これはあの娘のためにね、しばらく会ってないね、そういえば。あ、そうなんですか、ね、須賀川に一回一緒に行ったのよ。それ以来会ってない、確か。その夏でしたっけ、須賀川。もう十分待ってない気がする。娘のための歌ですね、はい、オンニアサイド。
はい、On Your Side というね、歌でした。これは、カナオイシロフルボディの中からね、ご紹介しました、もうそうですね、フルボディのアルバムを作ってですね、もう5年近くなるかね、もうそんななります？5年ぐらいになりますね、 4,5 年になるかもしれないね。あっという間のね、もう そんな時間、あの時が過ぎてしまいましたけども、もうそろそろ作らないとねという感じです。そうですよ。CD、あの司の桜田はどうなの？あ、桜田、あと司くんがこの間ソロ出したんだっけ？去年ね。そうか、そうか、うん、あれは去年。去年の5月でしたっけね、うん、5月ですね。ライブスケジュールちょっと言っとこうか、ね、あ、そうだ、はい、時間なくなっちゃうね。今週土曜日がですね、うん、11月7日土曜日8時から塚さんと桜田、ね、塚さんと桜田です。元町のブルースギターフォーエバー、うん、と来週の土曜日11月14日が、うん、南林間ハイダーウェイ塚さんと桜田、はい、もうちょっと先まで言っときましょうか。はいはい、11月19日木曜日、同じですけど。同じ同じ日だ。どこでやるの？戸塚オールウェイズ。オールウェイズ、うん、戸塚にあるんだ。はい、あと11月18日ちょっと鴨居で、戸塚さんと桜田じゃないんですけど、鴨居のあのモグラ横丁っていうところで、あの奥田紀子ちゃんっていうボーカルの子と、うんうん、ナッチダイナゴンと私とで、イベントで3ステージ夜。ああ、そうなんだ、ね、多分曲はスタンダードがほとんどだと思いますけど、そうす、まあそんな感じですかね。はいはい、はい、じゃあカナオイシロ7日、明日、明日はね、カナオイシロライブですね、フラットンカンティーナ、赤坂フラットンカンティーナでやりますね、これはバンドでやります。ごぼう鈴木さん、赤井浩二郎、渡辺武、うん、松下俊美で、金城郎ということでね、はい、であとはね、そんなに僕はないじゃないですか、ね、19日が原宿クロコダイルのイベントね。19日、そうですね、原宿クロコダイル、これイベントですね、はい、8組ぐらい出るんですか、そうですね、いろんなボーカリストが出る、いろんな方がね、あのフェイスブックでご紹介しましょう、伊丹幸男さん、幸男さんじゃない、伊丹、あの哲也さん、青い麦になっちゃう、幸男さんじゃない、伊丹哲也さんね、哲也さん、雨、間違いない、クロコダイル19日ですね、はい、で21日、これはあの巻いたアビーム、アビームで21日、これ ね、 これね、多分カナオさんのお誕生日の次の日でしょ。そうなんですよ、でバースデーライブの21日、うん、21、20日がね、うん、金曜日がまたお誕生日、金曜日はあのラジオなんですけどね、あの、まあ、21日アビーム、カナオさんのお誕生日か、20日ね、お誕生日はもういいよ、もういいじゃないですか、66よ、いいじゃないですか、66からつまらない、ね、66までやればいいね、いやいや、いくつまででもルート66ばっかりやろうか、そうだね、それ28がハイダウェイ、あ、そうですね、11月28日、南林間ハイダウェイ、これはね、あのハイダウェイ今年最後になりますね、ドラムが、うん、金子光則ね、金子君ドラムで、うん、そうそうそう、うん、でちょっともうこれ全員歌うっていう感じになるね。そうだよ、赤井浩二郎君も、うん、それぞれソロで歌ってるんで、みんな、そうですね、渡辺武史、オーラスすごいかもしれないけどね。で12月はもうまた今度あのご紹介しますかね、はい、12月12日がね、うん、楽屋、楽屋ね、あ、横須賀楽屋とかね、あのいろいろありますね、またご紹介しましょう、ということで、なんか最後歌おうかな、はい、あ、ちょっと元気のいいのがいい、筑豊ブルースかなんかしましょうか、ハニーエンジェルしましょうか、え、ハニーエンジェル、ハニーエンジェル、うん、ねえ、いくわ、もうそう、譜面探す前に俺するからね、するけんねえやろ、show
ファニーエンジェルをお届けしました。そげんオラバンでよかろう思う。いやいやいいんじゃないですか。ね、温まってきた。うん、ちょうどいい感じになったら、ね、そうなんですよ、お開きになっちゃうんだよね。あっという間の1時間でしたけどもですね、はい、暮れとかはなんかいろいろあるんですか。12月もね何本か入ってますね。最後はね12月の29日までありますね、うん、あ、すごいね。そうなんだ。29日はねブルースギターフォーエバーさんかな。あ、そうかそうか、うん、ね、うん、僕はね暮れはそんなにないですね。ゆっくりします。ゆっくりする、うん、まあでも、あ、でもあっという間にもう今年も終わるんだな、ね、早いですよね。でもやっぱりまだまだなんかね、海外でもそうすごいですよね、海外の方がね、海外の方がね、日本はまだちょっと守られてるかもしれませんけども、ね、そうですね、まあ、それぞれやっぱ気をつけながらですね、そうです ね、しっかり予防もしながらですね、頑張っていきましょうということでですね、うん、今日はもう時間がね、ちょっと余りましたけど、なんか言うことありますか。いやいや、明日ライブ来てください。明日赤坂フラットンカンティーナ。あー、ね、赤坂ってね、アクセスどうなんだろうね。結構でも線あるのよね、南北線とかいろいろ。あー、そうなの、うん、ね、赤坂、ね、赤坂見つけからはちょっと歩くけど、うん、10分ぐらいかな、8分ぐらい。赤坂駅から近いね。赤坂駅からすごい近い、うん、近いね、1、2分。あ、でもね、博多からね、ちょっと GoTo トラベルかなんかで、はい、観光で、うん、ね、来てくれるのよ、明日。素晴らしい、うん、素晴らしいね。なんかね、そういうのも嬉しいよね。だからまあ徐々にそんなにいっぱいね、お客さん集められないけども今はね、こういう時期で、でもね、少しずつね、でも声出すっていうことはやっぱり免疫力高まるからね。そうですね、うん、それいいですよね、気をつけてね、頑張っていきましょう、またね、はい、来週もラベス入ってないよ。あ、そうなんですね。大丈夫。金玉もう嫌になったでしょ。いやいや、そんなことない。え、スケジュール大丈夫。油断してたの。油断してたのって。スケジュールがね、ほら、こう、はい、11月のゲストって、あ、27でしたっけ。そうそうそう。27が沢田聖子さん。じゃあ翔子さん。来週、再来週は、続いちゃう、出席、うん、いたします、はい、okay、ということでね、またこの続きは来週いたしましょう。はい、ね、お相手ははい、桜田たけしと、はい、松下としみ、花後ろでした。また来週お会いいたしましょう。動画の記者もありがとうございます。See you next time。See you.